皆さんに買ってきました。イエーイ、やったー。じゃーん、ファイナルピンクニップルクリーム。ファイナルピンクニップルクリームだから、ファイナルもこれでピンク、お乳首にしよう。実際これ持ってくると思って、みんなおのおの黒ずんでるところを持ってきた。どこが一番気になるんですか？私は生まれつきここにあざみたいなシミがあって、ファイナルピンクしてほしいなっていう。ちなみに私はですね、生まれつきのあざがないので、これをね、ファイナルピンクしたいなと。私ですね、2人とお話して生まれつき乳首がある。これですよ、これ。私の夢。今日叶うかもしれない。それではピンクになれるかな？行ってみよう。ファイナルピンクがやばすぎた。じゃあ開けていきます。いや、すごい、見て、すごい。ザ・ファイナルピンクだね、これ。これさ、箱にさ、いちごのマークついてるけど、いちごの匂いな。ちょっと嗅いでみよう。めっちゃ出しちゃった。つけてこう。嘘は私ここにしようかな。失礼して。じゃあちょっと気になる部分に。結構伸びる？伸びる。ああ、そうだね、伸びるね、これ。すげえイチゴ。それでピンクになるんでしょ？うん、最高じゃん。最高だな、これ。ファイナルリップだからね。私もつけていいかな。そうだね。ちょっと自分でつけてきてよ。ちょっと待って、最初見せて。ああ。私はそのぐらいだよ。嘘見せてる？いや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 。うちにピンクにつけていい？いいよ。私もピンクにしたい。ちょっと待って。ピンクにしたいよね。ちょっと見てくる。私マジで。いや、みんなでね、まさかね、こんなね、見せ合う日が来ると思ってなかったよ。ただは本当にどうする？何時間置く？4時間か5時間ぐらい置いてみます？お願いします。早送り。さて、4時間5時間ぐらい経ったね。経過をね、見せたいと思います。さちゃんどこだっけ？私の肘にした。どう？あ、黒ずんでる。経過が分からん。ファイナルピンク。生まれつきは？まだ。ファイナルブラウン。そう。ゆりちゃんどうだった？ちょっと肌ここですね。ファイナルブラウンだね。ファイナルピンクだっつってんじゃん。ファイナルブラウンだね、これ。みんなあれニップルじゃないから。そうだね、確かに。あこんちゃんの始まりはファイナルブラックだったから。そうそうそう、ブラックはいらない。楽しみは楽しみよね。いやー、どうなんやろ。あれ、なんかちょっと待って、ちょっと待って、死にそう。ネット民族向こうに集まってやってきたよ。こっち塗った。わー。やだ。先端。おー。確かに。あー。朝だからみんな結構悪かった。朝寒かったんだ。寝てる間にね、撮影とかして体動かしたりしたから。確かに。ワンちゃん結構良くなって。そうな感じ。ファイナルピンク目指しましょう。目指そうね。